はいどうもお疲れ様です。 TI クランのルーでございます。先ほど Apex Legends 新シーズンシーズン15のアップデート内容パッチノートが、公開されましたので今から確認していこうと思います。で今日はパッチノート読むだけで終わると思うんですが、実際明日明後日にアップデートが来ましたらこのパッチノート内容を演習場で検証する動画もね、こちらのチャンネルで公開しますので今のうちにチャンネル登録してお待ちください。それでは見ていきましょう。はい、まず新レジェンドのカタリストですが一応能力が記載されていますので見ていきましょう。まずパッシブはバリケードということで、ね、これはね、銅を強化するというねパッシブですね。破壊された敵のスペースにロックと書いてます。まあ、一説によると格闘4回で壊れるみたいなねそういうことを聞いてます。はい、あとは戦術がピアシングスパイクというもので、まあ、毒の沼をねこう床に投げましてで敵を捕捉するみたいなね戦術となっておりますね。でウルトはダークベールというですね毒の壁みたいなのを作りまして、これを通り抜けると敵にデバフがかかるというものですね。一応このウルト壊せないらしいです。まあ実際の使用感はちょっと演習場で使ってみないとわからないんでアップできたらね試していきましょう。はい、続きましてギフト機能っていうものが追加されていまして、これ何かっていうと友達のためにスキンとかを買えるというね、そういう機能になっております。はい、というわけでお財布に余裕がある方は友達に買ってみてはいかがかなと思います。こうやって家が儲かっていくんですけれども、はい、で続きましてステッカー、これは、ね、回復アイテムにですねこういうバッジとかが付けれますよっていうね新機能になっております。はい、続きまして演習場ですが全てのレジェンドがアンロックされるということで、今まではレジェンドを課金して解放しないと演習場で使えなかったんですが、これからは演習場で試してレジェンドを課金するというね、そういうことができます。まあ昔から Apex やってる人はお金がたくさん貯まってるんですぐ買えるかなと思うんですが、まあ、初心者の方に嬉しい仕組みかなと思います。はい、ですね、あとはランクマの入場条件がレベル10からレベル20に上がったということで、ちょっとだけチーター減るかなって感じがしなくもないかもしれんけど分かりません。はい、続きまして武器のアップデートが来てるんで見ていきましょう。まずですねマスティフですね、マスティフが通常武器に戻ります。代わりに RE45 のディスラプター弾がケアパケ武器になるということですね。はい、まあ実際に R45 がどういう強化入るのっていうのは後で見ていきましょう。はい、続きましてゴールドウェポン、これはフルキット武器ですね。今回は 3-1 ディボーションリピーターエヴァイドプラグラーとなっております。はい、でホップアップ追加されますね。アンビルレシーバー復活となっております。アンビルレシーバーっていうのは R3-1 とフラットラインつくホップアップで、これを装備すると 3-1 とフラットラインの単発モードが強化されます。弾を2発消費する代わりにダメージを上げるっていうね、そういうホップアップとなっております。はい、でダブルタップですね。ダブルタップのレア度がレジェンド金色になりますね。で一応強化も入ってまして、 G7 スカートのダブルタップの反動が小さくなるということで、1発目と2発目が、より、同じところに着弾するというね、そういう強化が入るみたいですね。はい、あ、タボチャ弱体化ということですね。ディボーションとハボックにタボチャつけるとレートは上がりやすくなるんだけどダメージが1下がるということですね。はい、これでもタボチャつけた方が強そうだけどちょっと、火力下がりますよっていうそういう調整やってますね。ちょっとまあ強すぎたんでね、あのホライゾン、パッドハボックディボーションがやばすぎたんでね。でホップアップですね。アンビルの代わりにですねホップアップ3つ消えます。反砲、ブーステッドローダー、キネティックフィーダーが消えます。まあ、ブーステッドローダーも今ヘムロック専用みたいになってますし、まあ、キネティックフィーダーもなんかようわからんしということで削除ですね。はい、で、まあ、ハンポもですね、ディスラプター弾と一緒にハンポもまたやばすぎるんで、まあ、消えてますね。で、クラフト武器変わってます。クラフト武器、今、ハボックと P20 なんですが、これからは、スピファとピースキーパーがクラフト武器になるようですね。はい。アブレ LMG、これ、ランページなんですけれども、ランページ、今、ケアパケ武器、これからもケアパケ武器なんですが、いきなり充電した状態で登場するみたいですね。はい。で充電あのチャージ使い切った後はですねまたテレミットでチャージすればいいかと思うんですが、最初からチャージモードで使えるということです。はい、あとはですね今ランページってチャージした後何もしなくてもチャージ減っていくんですけれども、それがなくなって打つ時だけチャージを消費するという、そういう、強化が入っております。はい、で続きまして、あ、こっちはランページって書いてるね、ランページとセンチなんですが、これ追い抜きでできます。何かというと、センチネルとかって、例えば、前段打ち切らないと、次、シールドセルでチャージできなかったんですよ。これからは、2、3発打って、すぐにね、セルで追い抜きできるっていうね、そういう強化が入っております。はい。
で、マスティングですが、ケアパケ武器から通常武器に戻るんで、当然弱体化ありますね。まずダメージが14から11に減少。今8ペレットね、マスティング打てるんで、最大112ダメージだったのが、88ダメージとだいぶ火力下がります。で、弾薬も5発。まあ、弾薬は1発増えるみたいですね。はい、で、ブラストパターンの拡大ということで、弾がね、広がるようになるんで、8ペレットが1点集中しないんで、ダメージが出づらくなります。かつ、投射物の成長が減少。これは、衝突判定のことですね。エイペックスレジェンズって一部の武器は、こう、遠くの敵を狙えば狙うほど弾がでっかくなって当たり判定がね、雑になる。つまり当たりやすくなるっていうね、衝突判定という仕組みがあるんですが、そのマスティフの衝突判定がちょっと弱なりますよってことで、マスティフで中距離を狙った時にダメージが出づらくなるっていう、そういう調整が入っておりますね。はい。あとはリロード、リロードを ADS でキャンセルできるみたいですね。まあ、これはようわかりません。はい。で、続きまして R45 ケアパケになるんで、当然強化入ります。まずダメージが2上がります。 RE はね、結構もともとレートが高いんで、2ダメージ上がっても結構火力上がるんじゃないかなと思いますね。で、ディスラプター、これはですね、シールドアーマー装備してる敵に対してのダメージが上がるというもので、30% ダメージ上がるんで、1発18ダメージぐらいですね、RE で与えられるんで、アーマーを割りやすくなってますね。はい。で、エルスター強化入ってます。反動がちっちゃくなります。中距離狙いやすくなります。あとは、エルスターをしまうモーションがちょっと調整されるみたいですね。はい。まあ、強化ですね。次、ボルト SMG ですね。ボルト SMG の、これはですね、弾速が下がります。弾速下がって、かつ、弾落ちもひどくなります。今まで、ボルト SMG ってぶっちゃけ R301 的な使い方ができたんですよ。中距離普通に狙えるし、まあ、R301 使うぐらいだったらボルトでよくね感もあったんですが、ボルトがこれかなり中距離狙いづらくなるんで、まあ、近距離特化の SMG らしい性能になるということですね。はい。で、次、トリプルテイクですが、レート上がりますね。レートは 1.35 になるんで、火力上がります。で、かつ、チャージ時間めっちゃ短くなりますね。すぐにチャージショット打てるんで、まあ、これもね、中距離で火力上がりますね。はい。で、次、R99、これ、初めて、APEX で初めて強化されますね。マガジンサイズが、青の時は25に増加。まあ、これは別にいいんですけど、紫の時28に増加するんで、これでかいですね。今、どうでしょう。自分の赤アーマーを倒せるかどうか、ちょっと演習場で試してみたいですね。はい。で、ピースキーパーの衝突判定も弱なりますね。まあ、中間距離でダメージが出づらくなりますね。はい。で、武器のアップってこんなもんで、次は、ラウンド1の時間が60秒から90秒、30秒ゆっくりできますね。ゆっくりブッシャーされます。ちょっと今短すぎたんでね。で、クオリティオブライフということで、まあそうですね。まあジップラインピンで、できますよっていうのと、これでかいですね。今までって味方2人死んでデスボックスなった時にバナーすぐに2人分回収できなかったんですよ。ティンティンぐらいにちょっとなんかちょっとラグがあったじゃないですか。あれすぐに2人分回収できるみたいですね。はい。次、バグ修正、ちょっと気になるやつだけ見ていきますかね。頭にバンテージのパッシブでね、なんか3人いるよってね、出るバグありましたよね。それが修正されるみたいですね。あとはカプセルに挟まると死ぬやつとか、あとはレプリケーターでスタックするやつとかが、修正されるみたいですね。まあこんなもんかな。はい。パッチちょっと駆け足になりますか？以上になりますね。で、ちょっと気になったんが、武器のアップデートあったんだけど、レジェンドのアップデートがないんですよね。そう、だから、例えばホライズンの弱体化とか、あとは、ホライズンの弱体化とかがね、ないんですよ。なんで、まあ前回もなんかパッチノート第2弾みたいなのが来たことあったんで、もしかしたら、これからパッチノートさらに、追加される可能性ありますね。もしね、そういう情報出ましたらね、このチャンネルでまたね、紹介させていただきますので、今のうちにチャンネル登録してお待ちください。では、一旦パッチノートの解説以上となります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。